最近任務がなく平和な日々が続いている。それ自体はいいことなんだけど、俺としては思うように体が動かせなくて物足りなさを感じていたんだ。だから組手でもしてもらおうと思って五条先生を探してたんだけど、どこにもいなくて。先生どこ行ったんだ？今日は高専にいるはずなんだけど。もしかして暇つぶしにどっか飛んで行っちゃったとか？先生が組手の相手してくれたら思いっきり暴れられると思ったのにな。ほらほら、こっちおいで。怖くないよ。ん？今のって五条先生の声だよな。でもここって空き教室だった気が。先生こんなとこで誰と喋ってんだ？よしよし、かわいいでちゅね。かわいすぎて食べちゃいたいくらいだよ。え？先生マジで何してんだ？今赤ちゃん言葉だったよな。まさか隠し子？まだ緊張してるのかな。じゃあおやつあげよっかな。ほらおいで、おいしいおやつでちゅよ。あまり懐かれてないってことはまさか誘拐？正直先生ならいつかやってもおかしくないとは思ってたけど、でも誘拐はやべえよな。俺が何とかしないと。先生、俺も一緒に謝るから、その子を元の場所に返しに行こう。え、ユージ。先生めっちゃ慌ててる。珍しい。ってそうじゃなくて、服の中に隠したな。間違いない。どこからか可愛い子供を誘拐してきたんだ。先生、今何隠したの？見せて。何のことかな。とぼけても無駄だよ。そのお腹の膨らみは何？いや、今日甘いもの食べ過ぎちゃってさ。そんなに腹出るわけないだろう。それに俺、先生が赤ちゃん言葉で喋ってんのを聞いちゃったんだよね。先生、任務で疲れてるのはわかるけど、誘拐はダメだって。今ならまだ間に合うから、その子返しに行こう。誘拐？誤解だよユージ。僕そんなことしてないから。じゃあやっぱ先生の隠し子？え？先生の子？見てみたい。絶対綺麗な顔してるでしょ。いやユージ、ちょっと落ち着いて。可愛いでちゅねーとか、おやつでちゅよーとか言ってた先生よりは落ち着いてると思うよ。うわ、めっちゃ聞かれてるし。先生お願い、その子は見せてよ。いやどうしよう、見せていいのかな。だってこの子は。あ！ん？先生の服の中からなんか出てきた。でも子供じゃないぞ。あれ？子犬？もしかして先生、子犬拾ってきたん？ああ、いや、その、違くて。先生、なんでそんなに慌ててんの？ちょっと抱っこさせて。あ、ユージ！あちゃー、これはバレちゃったかな。これって、もしかして…もう！先生のお洋服の中、暑かったわん。お前、もしかして伏黒か？ん？なんで僕の名前知ってるんだわん？お兄ちゃん、誰だわん？ちょっと先生！やばい、ユージに怒られる。これ伏黒だよね。やっべー、めっちゃ可愛い。あれ？ユージってば一瞬で、めぐみわんこにメロメロになった感じ？うわー、耳も尻尾もふわっふわじゃん。おー、よすよす。くすぐったいわん。でも気持ちいいわん。うひょー、なんだこの可愛い生き物は。でしょでしょ、もうめちゃくちゃ可愛いでしょ。うん、これは先生が思わず赤ちゃん言葉になるのもわかるわ。こんな可愛い伏黒を前にして落ち着いてられるわけないよな。そうなんだよ、さすがユージ、わかってるね。先生、独り占めはずりーよ。俺も一緒に遊びたい。仕方ない、3人で遊ぼう。イエーイ。めぐみ、今からユージも一緒に遊んでくれるってよかったね。ユージくん、たくさん遊ぶんだわん。伏黒さん、可愛いの暴力がすごすぎっす。ユージデレデレじゃん。先生も人のこと言えないだろ。まあね。先生、ユージくん、早く遊ぼう。やっべー、尻尾ブンブン振ってる、可愛すぎる。目がキラキラしてる、可愛い。こんな人懐っこい恵み、貴重でしょう。うん、俺今から全力で遊ぶわ。僕も。二
二人とも早く、僕ボール遊びしたいわん。おっしゃー、任せろ。新品が、あーもうどんだけ可愛いの。先生、可愛いは正義ってマジだったんだね。俺もうこの世に何の未練もないかも。マジで可愛すぎる、癒しでしかない。先生と虎杖の声、あいつら二人で何バカ騒ぎしてんのよ。おーい、ボールはこっちでちゅよ。おー、ボール取ってこれるなんていい子でちゅねー。はぁ、なに今の赤ちゃん言葉、きっしょ。ちょっと男二人で赤ちゃん言葉とか気持ち悪いんだけど、何してんのよ。おお、釘崎、見てよこの子、超可愛いだろ。いいところに来たね。ノーバラもめぐみわんこの可愛さに癒されていきなよ。めぐみわんこ、何の話を。お姉ちゃんも一緒に遊ぶ。え、何この子、幼児化してさらに犬になった伏黒、すっげー可愛いんだよ。おお、めぐみ、ノーバラに興味津々だね。めっちゃ尻尾振ってんじゃん、可愛い。一緒に遊んでほしいわん。これがあの部長面でむっつりスケベの伏黒。あの伏黒がまっすぐ私のとこに駆け寄ってきて尻尾をブンブン振ってるなんて。釘崎が固まった。おーい、野原かわいい。どうなってんのよこのかわいさは。いくらでも一緒に遊んであげるに決まってるじゃない。めぐみ、野原も一緒に遊んでくれるって本当？嬉しいわん、ありがとう野原ちゃん。そこなしの可愛さにやられる。釘崎、しっかりしろ。野原ちゃん大丈夫？どっか痛い？可愛すぎて心臓が。野原があんなメロメロになるなんて珍しいな。痛いの痛いの、飛んでいけーだわん。超絶可愛いよめぐみ。純粋無垢な伏黒の 120% の笑顔いただきました。あんたの面倒は私たちが見るから一生そのままでもいいわよ。めぐみにおやつあげたい人。はいはい、はーい。イタドリ、あんたは私より先に来てたんだからここは私に譲りなさい。確かに野原は今来たばっかだしね。じゃあこれめぐみにあげていいよ。骨の形をしたおやつ。お、早速シグロが寄ってきた。野原ちゃん何持ってるの。おやつよ、食べる。うん、欲しいわん。はい、どうぞ。うわあ、ありがとう。ちゃんとお礼言えてめぐみは偉いね。あ、先生見て、伏黒おやつで遊び出した。ほんとだ、かじったり出して触ってみたり一生懸命だね、かわいい。イタドリ、ちゃんと写真撮っておいてよ。お、任せろ。僕は動画撮っておこうっと。ねえ先生、あのおやつまだある？後で俺もあげてみたい。いいよ。じゃあめぐみが今のおやつ食べ終わったら今度はユージがあげる番ね。やったー。無邪気に遊ぶ伏黒がこんなに可愛いなんて、悔しいけどずっと見ていられるわ。どうしてめぐみがこの姿になったのか問い詰められると思ったけど、二人ともめぐみのあまりの可愛さにメロメロだ。面倒な話にならずに済んだから僕としてはラッキー。伏黒、喉乾いてない？おやつまだ食べる？違うことして遊ぶ？今なら伏黒の言うこと俺が何でも全力で答えてあげるよ。甘やかしすぎじゃない？じゃあ釘崎はこの状態の伏黒に厳しく接することできるか？無理ね。だろ？即答って。イタドリ、ちょっと私伏黒と遊ぶからいい感じの写真撮って。いい感じの写真って何？どうやって撮ればいいの？美女と子犬が一緒にいるんだから普通に撮ればいい感じの写真になるに決まってるでしょ。そうなの？まあやってみるわ。後でマキさんに見せるんだから上手に撮りなさいよ。へいへい。さてこっちおいで、美女が一緒に遊んであげるわよ。美女って自分で言うんだ。おもちゃで遊びたいわん。任せなさい。子供になって犬化しためぐみと楽しそうに遊ぶ野原、その様子を一生懸命撮影するユージ、僕の生徒たちが今日も可愛すぎる。せっかくだし僕は3人の様子も撮影しておこうっと。数時間後、伏黒眠そう。
私の膝の上で眠れるなんてこれ以上の幸せはないでしょ。特別だからね。野原ちゃん、抱っこしてくれてありがとう。そろそろ限界かな。寝ちゃいそうだね。あれだけ遊び回ればそりゃ疲れるわよね。いやー楽しかったな。二人ともずいぶん恵みに甘々だったね。いやいや先生こそ。デレデレだったわよ。っていうか牛黒って今日任務だった？あれ、そういえば今日は任務ないって言ってた気がする。え、じゃあなんでこんな姿になってるのよ。呪いを受けたんじゃないの？いやでも俺の記憶違いかも。だってこんなことになってるってことは呪いが原因なはずだし。ねえ先生、伏黒今日中には元に戻るの？うん、もう少しで元の姿に戻るはずだよ。ちょっともったいないわね。そんなにその姿の恵みが気に入ったならまたいつでも見せてあげるよ。はい。ん？どういう意味？実は恵みをその姿にしたのは僕なの。ええ、マジ？マジマジ。ちょっと待って、何のためにそんなことしたわけ？だって最近恵み僕に冷たいんだもん。子供の頃から甘えたりはしてこないタイプだったけどさ、だからこそ一回甘えてほしいと思ったらその欲求が止められなくなっちゃったの。えへ？えへ？じゃねえよ。何それ、理由になってなくない？え、そう？あれ、これって俺がおかしいの？落ち着け、イタドリ。あんたは正常よ。おかしいのは先生の方だから。だよね、よかった。っていうかこれって伏黒めっちゃ切れるんじゃない？いやー、伏黒が元に戻った。いった！ああ、伏黒が釘先の膝の上から突き落とされた。大丈夫か伏黒？あ、ごめん、つい体が勝手に。あ、俺寝てたのか？釘先の膝の上で、なんで？伏黒めちゃくちゃ混乱してるじゃん。てか先生静かだな。ちょっと何逃げようとしてんのよ。あれ、野原、ちょっとその手離してくれる？この状況で逃げすわけないでしょうが。あの五条先生、説明をお願いします。ああ、はい。その後事の経緯を説明した五条先生は案の定伏黒にめちゃくちゃ怒られてた。そしてそれから数日の間、今まで以上に距離を取られてたな。でも先生は伏黒の可愛い写真と動画をニヤニヤしながら見てたから、多分あれは全然反省してないと思う。まあ確かにあの伏黒めっちゃ可愛かったからな。俺と釘崎も元の姿に戻った伏黒に骨の形したおやつをちらつかせてからかっちゃったもん。伏黒顔赤くしてたからかなり恥ずかしかったのかも。貴重な姿を見れてラッキーだったな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。